ジャパンカモシカや。ジャパンカモシカ久しぶりやわ。この辺おるんちゃうか。あ、おったおった下降りていったジャパンカモシカ久しぶりに見た。2年ぶりぐらいや。あれ、あの変な形の山が行者帰り岳やわ。あれがよう目立つんだよ。見えた、あずまや。
さっきの変な形の行者帰り岳なんかわけわかめな形してるから一発でわかるんだよ。この栃屋西の谷線が五つ星林道なんはこの最高な場所に東屋があるからなんだよ。いやほんまここはええわ。あ、お月さんがまだ出てるわペルセウス座流星群の時にここが空いとったら最高やねんけどな。穴場的なポイントやけど、知ってる人は知ってるから、ペルセウス座流星群の時とか、先を越されるんだよ。なんか昼間からなんか場所取りしてるみたいな、そんな感じやからな。もう語れへん。あんな連中にはよ。でも流星群なんかなくても、ただ、晴れた日の夜に来るだけでめっちゃ星空綺麗からな。あの星空とか肉眼で見たまんまをなんかカメラで撮れたらええのにな。ちょっと観光シーでも飲もうかな。甘いロング缶じゃ。ぷはぁ。ほんまここで飲んだら、よんがりやな。缶コーヒーも、まあまあうまく感じるからな。口直しにアメちゃんじゃ。アメちゃんはレモンに限るわい。八経ヶ岳とか味仙があるとこ、あれ雨降ってるんやろな。完全に雲に覆われてるわ。近畿の最高峰やからな。八経ヶ岳はよ、1915メートルで、味仙が1895メートルやって、あの向こうの山に見えてる尾根のちょっと下に走ってる道が大台ヶ原ドライブウェイやわ。もうちょい向こうに行ったら大台ヶ原になるんだよ。ほんまこっから見る大峰山脈は見応えがあるわ。これ釈迦ヶ岳のお釈迦さん。このお釈迦さんかどうか知らんけど、なんか怪力の合力って言うねんけど、荷物とか背負って山登る人、その何やらいう合力の怪力のおっさんが何分割かしたお釈迦さんを背負って担いで登ったんだよ。これ釈迦ヶ岳、今はなんか見えてないわ。しっかりまっこり堪能できたわい。ここもなんやかんや 3,4 年ぶりやったけど来てよかった。
さすが五つ星林道だけのことはあるわい。ほんじゃ名残惜しいけど、出発するとするか。